動画撮影用のレンズの選び方についてお話ししますどうも皆さんこんにちは映像クリエイターの静岡内です今日の動画では動画撮影の時のレンズの選び方についてお話をしていきたいなと思いますでそしてまあ今の段階でまあこういうシチュエーションになったらこのレンズがいいっていうおすすめのレンズについてもお話ししていきたいと思います でまず動画選びのレンズの基準なんですけどもこれは写真のレンズとちょっと選び方が異なるのでその動画と写真っていうのはこう似てるけどレンズ選びの観点からはちょっとあの一緒に考えない方がいいかなと思います。 でなぜなら特に YouTube のレビューとかで多いのが写真撮影でのレンズ選びやそのおすすめのレンズっていうのが多いんですねでそれをそのまま動画に当てはめてしまうとちょっとそれが確実におすすめかって言えない部分が結構あるので今日は動画の撮影のためのレンズ選びということでお話ししていきたいなと思いますでまず1つ目に F 値についてお話ししていきます F 値とは、まあ、ざっくりお話しすると F の値が小さければ小さいほど例えば F1.4 とか F1.82.8 そういった数字がついているレンズっていうのはボケやすくなりますでまたその数字が小さいレンズっていうのは夜間とか暗所での性能がいいレンズと呼ばれますなぜならそれは光を取り込める量が多いからですで動画を撮影するときにこの F 値はどこら辺を考えればいいかっていうことについてお話ししていきます 基本的に動画を撮影する時には僕は2本のレンズを持つことを基本的にお勧めしてるんですけどもそのズームレンズを使用する時には F4 をものによっては例えば F4 から F5.6 みたいなその F 値が書いてあるものがあるんですね。でそれはどうなるかというと例えば広角側で撮影する時には F4 なんだけど。 望遠に切り替えた時には F5.6 ちょっとその暗くて光が取り込めないレンズっていうことなんですねで、そのレンズを使うと結構その使えるシーンっていうのが限られちゃうんですね F5.6 から例えば望遠で始まったりするともう夕暮れぐらいのちょっと暗くなってきたらもう使えなくなっちゃうんですよ なぜならその光が取り込めないので ISO 感度を上げなきゃいけなくてでそうするとノイズが増えてくるみたいなことが起こるのでなるべくその F4 固定例えばこのレンズだったら FE24 から 105mmF4 名前がついてるのでその大体 F4 みたいな感じで書いてあるとそれはあの固定された F 値になるのでもしズームレンズを購入される場合には F4 を基準にしてもらうと僕はいいかなと思います。 いわゆる大口径レンズとかあとはね大三元レンズとか呼ばれているような F2.8 のズームレンズがあるんですねで僕は個人的な意見としてそれはあままりお勧めしていませんそれはなぜかでなぜならそういったレンズってすごく大きくなるんですよもちろんそのメーカーが出しているレンズのその光学性能ではかなりそのトップクラスなレンズにはなるんですけどもちょっと大きくて重たくなっちゃうんですよね でそうするとちょっと動画においては大きくて重たいとちょっと使いづらいことが多いので,で個人的には F 値が F4 で固定のレンズをズームレンズの場合はおすすめしていますでそしてこういった単焦点レンズを使う時には F 値は F1.8 のレンズあたりが僕はおすすめしています F1.4 とか F1.2 とかその F1.8 より明るいレンズよりボケるレンズもあるんですけども その動画内だったらそこまで F1.8 と F1.4 の差は個人的な感覚だとないと思ってます。その F1.8 あればその暗い場所での撮影とかあの室内とか大体の光の少ない環境で撮影することが可能になるので,でそしてコスパが非常に良いので F1.8 クラスの F 値のレンズを単焦点ではおすすめします。 で次にズームと単焦点レンズについてお話をしていきますでズームレンズというのは、まあ、こういったレンズでこの広角からあとは望遠までこの1本のレンズでカバーできるレンズになりますでもしこれから動画を始められる方であればおそらくズームレンズを1本持っているといいかなと思います ななぜならその動画っていうのはその近くで撮ったり遠くで撮ったりこういろんなショットを混ぜて1つの作品にしななきゃいけないけんですねで。そうなると特に初心者の方だとこう,こういった画角が変わらないレンズだとなかなかその一つで全部取りきることが個人的には難しいと思うんですよね。 そういった場合にはこのズームレンズを1つだけ持つっていうのはおすすめしますじゃあその単焦点レンズって動画ではどういう時に使うのかというお話をしていきたいと思います先ほどちょっとお話ししたように単焦点レンズだと F 値の値が小さいレンズが多いんですね例えば F1.4 とか F1.8 とか F2.0 とかそういったクラスのレンズというのは大体単焦点になりますでズームレンズだと F 値が低くて 2.8とかでそこら辺から始まるものが多いので,でそうなるとその明るいレンズよりぼかしたいとかあとはより暗い環境でその暗所性能を求める時にはこういった単焦点レンズを持つのをおすすめしますなので考え方としてズズズームレレンンとといううのは僕は僕日中に使うレンズだと思ってますでなぜなら日中は明るいのでその明るいレンズがそんなにいらないんですね。 光量は十分にあるので,でそういった時にはこういった便利なズームレンズを持っていると、まあ、いろんな焦点距離いろんな距離感で撮れるので,でそういった意味でこう日中のレレンンズズズとしてズームレンズは非常におす,すめですただこういったズームレンズの欠点としては、まあ、夜間とかあとは光量の少ない環境にちょっと弱いので,でそういった部分を補うためにこういった 単焦点レンズが1本あると光の少ない環境で明るい F 値 F1.8 とか、まあ、そういったので撮影できるので、まあ、ちょっとその暗くななった環境とか光量が少ない場面での撮影をお勧めします次に動画用のレンズを選ぶ時のコツなんですけども軽ささに注目してくださいで具体的に言えば、まあ、大体 600g より下のレンズっていうのを基本的には選ぶのをおすすめしています。 写真だと撮影するときにパシャッっていう感じでそのある瞬間だけを止めて撮影すればいいんですけども動画って短くて5秒10秒長くて20秒とか回し続けるんですよね。で三脚を例えば使って撮影すればブレが減るんですけども。 ただ、その状況によって三脚が使えない時もただありますしまあ、あと面倒くさいんですよね。で、僕の撮影スタイルだと三脚はもうほとんど使わないんですけども、そういった時にやっぱりレンズが軽いと非常にその撮影の幅が広がると僕は思っています。なので、そのいわゆる写真でいいと呼ばれている。大口径レンズ f2.8 のレンズ例えば24から。 70とか75とか、まあ、いろいろあると思うんですけどもそういったレンズは基本的に重たくなるのでそうじゃなくてもうちょっと軽いレンズ 500g 台とか 300g 台のレンズとか 100g 台のレンズとかそういった軽いレンズを選択されると非常に動画撮影では快適に撮影ができると思います。 次に焦点距離についてなんですけども焦点距離っていうのは、まあ、レンズのだいたい名前にもなってるんですけども例えば24から105ミ、mm、リとかあとは16から35ミ、mm、リとかあとは50ミ、mm、リっていう感じでこの数字が小さくなれば小さくなるほど広角になっていきます。で反対にそれが100とか200300400500600ってなっていくとだん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 このズーム あの望遠になってきてで、遠くのものをこう大きく映すようなレンズになってきます。で、動画撮影の場合ですと、個人的にはあまり望遠側のレンズっていうのは必要ないかなと思ってます。で、だいたい感覚としてまあ100あたりまでの焦点距離であればまあ、動画では非常に使いやすいと思います。 なので、まあ、超広角の大体 16mm から 100mm あたり、まあ、ここら辺の焦点距離であのレンズを考えられるといいかなと思います動画においていわゆる標準レンズ、まあ、あの普通な見た目って言われるのがまあ大体 35mm から 50mm ぐらいと言われてます、まあ、写真ですと 50mm があの標準レンズなんですけども動画だとそのアスペクト比 縦横の長さがちょっと写真よりこう縦が短くなるので,でそうすると 35mm ぐらいも標準レンズと考えていいかなと思うのでその自分の好みに合わせてより望遠側、まあ、105あたりまでか、まあ、それが広角側のレンズみたいな感じで考えられるといいかなと思います。で次に手ブレ補正についてです。まあ、レンズによってはそのレンズの中に手ぶれ補正っていうのがついてます。 カメラのボディの方にも手ブレ補正がついていると一応そのカメラ側の手ぶれ補正とレンズ側の手ぶれ補正でこう,うまく例えばソニーの場合とかですけどうまくいい塩梅で効いてくれてあのブレの軽減につながります僕は最近まで手ブレ補正のついているレンズっていうのを動画ではかなりおすすめをしていたんですけどもだから最近ちょっとこの考えが変わってきて例えばこの FEPZ16 から 35mm のレンズなんですけども こちら手ブレ補正がついてない新しいレンズなんですけども結構新しいレンズでその新しいカメラのボディを使ってるとこのレンズ側に手ブレ補正がいいててななくてもあんまぶれないんですよねおそらくですけどももう今最新のものとかレンズの性能がどんどん上がってきていてでそのカメラのボディの方の手ぶれ補正もどんどん良くなってるんですよね。なので なんかそのうまく相性とかがこういい感じになってそのカメラ側の手ブレ補正でかなりなんかあのいい具合に手ブレを軽減してくれるようになってるんですよね最近のレンズなのでちょっと最近その手ブレ補正がありかなしかで言ったら結構なくても大丈夫っていうのが僕は最近のなんか考えになってきましたねなのでソニーの最新のレンズとか結構手ブレ補正がついてないレンズが多いかなという印象です 最後、動画用のレンズ選びのまあ、値段についてなんですけども、動画だと結構そのコスパのいいレンズを選んでも、その写りにそんな差がないかなっていう印象が結構受けますね。今年はソニーの中でも無印と呼ばれるようなレンズもちょっと使ったりしてたんですけども、悪くないんですよね。なんで、すごいあ、これ意外と全然レビューとかにも上がってないのに、これ使いやすいなって思うレンズっていうのはいくつかありましたね。 なのでそういったレンズを探せば、まあ、結構比較的あのコスパよく手に入るのかなというふうに思いますまあ,あの最初の方にも話してますけども大口径のズームレンズって呼ばれる F2.8 の,あのズームレンズみたいなのだと、まあ、20万超えたりとか、まあ、かなり値段が高くなってしまうんですけども、まあ、個人的にはあのそういったでっかくて重たくて高いレンズっていうのはまあそんなには必要ないのかなっていうふうには思ってますねでちなみに僕はそういったレンズっていうのはあの1本も持ってません というわけで今回の内容は動画用のののレンズの選び方についての紹介でした、まあ、なかなかやっぱレンズ選びっていうのはこう組み合わせとかが無限にあって難しいんですけども、まあ、もしその最初に買われるのであれば万能なズームレンズを1本持ってそしてボケて暗い場所でも撮りやすい単焦点レンズ F1.8 クラスこの2つを押さえるといろんな場面で動画が撮影できるかなと思います。 というわけでもしこの動画が参考になれば高評価ボタンチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ